次に岩谷良平君。会長。岩谷君。日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いいたします。先ほど の寺田議員のやり取りでもありましたけども、このキックバックがですね、一旦廃止となったのに継続したその経緯をお伺いしていきたいと思いますが、先ほど令和4年の4月の安倍総理がですね、もうこのキックバックをやめようと言い出したその会合にですね、出席されていたとおっしゃいました。改めてお伺いします、がその時安倍さんはですね、どういう理由で辞めようとおっしゃったんですか。篠田役。先ほども申し上げましたが、いわゆる資金の流れというか、透明性をということで、現金はやめようというようなことだったと思います。正確にちょっと私記憶していませんが、そういったことでとにかく還付はやめようということだと思います。岩谷君。そこがですね、どうも合点がいかないんです。現金でキックバックすることが不透明だと疑念を招くということであれば、振り込みにしたらいいだけじゃないですか。なぜ振り込みできなかったのか。それは振り込みにすると記録が残ります。記録が残ると記載をしなきゃいかなくなる。すなわちですね、不記載であることをやはり安倍さんは認識をしていた、そう考えるのが自然ではないでしょうか。そしてこれ、キックバック自体は別に記載すれば合法なんですよね。ですから振り込んでですね、ちゃんと記載してくださいねと言えばですね、あるいは今まで通り記載してるという認識であればですね、じゃあ振り込みでやろうよという話になるはずなのに、いや、そうならずに、キックバックをやめようというのが、理由が現金だから、現金で返すことがいけないからという話になったというのはやはり納得できないんですが、改めてその点を伺いたいと思いますけれども、そのあくまでも現金でキックバックすることが問題だというのが安倍さんの理由だったということですか。篠田君。安倍さんとの会合では、確かに今申し上げましたように、現金、あるいは不透明な点だからやめようということで、それ以上の具体的な話は我々した記憶はございません。そういうことで一応安倍さんの判断で、還付をやめたということでございます。岩谷君。そうしましたらですね、その後ですね、安倍さんが亡くなられた後にですね、このキックバックをもう一度復活させようと、やはり継続しようというような話し合いが持たれたと。その中で今日午前のですね、質疑の中で西村さんがですね、その個人のそれぞれの議員の個人のパーティーに上乗せする形でキックバックすればいいじゃないかというようなアイデアが出てたと。このアイデアは一体どなたが言い出したアイデアなんですか。塩根君。私はちょっと誰がおっしゃったか記憶がないんですが、そういったことがアイデアとして出されたことは記憶をしております。多分現金ということに対するその一つの案だったではなかったかなと記憶しております。岩谷君。ですから現金がダメなら振り込みでいいじゃないですか。なんでそんな個人のですね、パーティーに上乗せするようなそんなややこしいことをしなきゃいけないのか。これすなわちですね、安倍総理のみならず参加されてた皆さんがやはり不記載であることを認識されてて、振り込み等によると問題が出る、だからわからないように個人のパーティーに紛れ込ませようとした、そういうことじゃないんですか。塩谷君。私自身はその不記載ということをずっと存じ上げなかった中で、またその会合でも不記載の話が出ませんでしたから、そういったことは一切考えておりませんでした。ただ単にいわゆる現金でのそういった還付をやめようということでそれを実行したと。現金で還付してたからということの中で還付はやめようということになったので、その還付をやめたということでございまして、そこまでの議論はされておりません。岩谷君。続いてですね、どなたがこのキックバックのですね、継続を決めたかということをお伺いしたいと思うんですが、8月10日に西村さんが事務総長を退任されています。
そして8月25日に高木さんが事務総長に就任されています。そして西村さんはですね、その還付を、キックバックを継続すると決めた会議に私は会合に出てなかったと今朝おっしゃってました。で、一方で高木さんもですね、まあ、後ほどまた聞いたらいいと思いますが、事務総長になる前にもう還付を継続するってことが決まってたので、私はいつ決まったか知らないと答えています。ということはですね、8月11日から8月24日までの13日間の間にですね、どなたかがこのキックバックを継続しようって決めたということになるんですね。そしてそれを事務局長、事務方がまさか決めるとは思えない。そうすると、誰かというと、当時の最高幹部であります塩谷さん、下村さん、世耕さん、この3人しかいらっしゃいません。この3人のうちのどなたが決めたのか、あるいはこの3人で決めたのか、お答えください。塩谷君。あの8月の会合によって、その幹部をどうするかということを話し合われたことも事実でありますが、あの安倍さんが亡くなった直後でございまして、私ども安倍派の幹部については大変な事態に陥っておりました。今後安倍派の会長とか、あるいは国葬のこともあったし、あるいは研修とかいろんなことがあってですね、大変なその話し合いもしていたわけでございますが、その幹部についてはその中の1回の会合で、どうするかというときに多くの人たちから、当然あの還付を受ける予定の人は自分の政治資金として還付を受けていたと私は理解しておりますので、それがなくなったら困る。でその以前に実はあの4月に話をしたという還付をやめるということを決めましたが、パーティーは大体1月か2月頃から売り始めていますので、多くの人がもう売ってしまったという状況の中で、8月に売った分をぜひお願いしたいという声が出てきたというふうに私は理解をしております。で、まあ、今でこそこれだけの重大問題になっておりますが、その当時はずっと長年の慣行でやられてて問題になっている状況じゃないわけです。このことがですね、ですからそれより我々清和県どうするかということが大変な問題で、それでその還付をどうするかということについて困っている人がたくさんいるから、それでは継続でしょうがないかなという、そのぐらいの話し合いの中で継続になったと私は理解をしております。岩谷君。あの安倍さんがですね、やめろとおっしゃったことを継続、ひっくり返して継続とする、それ事務方ができる話ではないというのは皆さん思うと思いますよ。やはり幹部のどなたかが決定したというのが、そういうふうに考えるのが自然だと思います。そして今のお話だと、もし私が先ほど申し上げた13日間で、篠谷さんはじめその3名が決められてないんであれば、高木さんが嘘をついてるか、あるいは篠谷さんが嘘をついてるか、どちらかになるんじゃないかというふうに私は考えざるを得ないというふうに思います。ちょっと時間がなくなってまいりましたが、あの篠谷さんはですね、座長です。まあ清和会のトップなわけですね。この清和会がですね、まあ、立憲された3名も超えたら82名の現職元職の方が、まあ、裏金を作ってたという、まあこれはもう前代未聞の大スキャンダルと言っても過言ではないと思います。その責任、まあ、政治責任、どのようにお考えですか。塩谷君。あの大変責任が重たいと受け止めております。先ほど申し上げましたが、これだけ多くの人たちがそういった還付金の不記載について関わったということ、これをどう対応するかということで大変な作業があったり、あるいは検察、対検察、あるいは弁護士のあれとか、打ち合わせとか、さまざまなそういったことをやっぱり進めることが、当時、座長、就任日程間際でございましたが、その役割がまずは必要だと思って、努めてきたわけでございます。で、最終的には当然、私はその座長を辞する思いでおりましたが、その前にもう派閥が解散を決議をしたと
という段階でございまして、まあ大変な責任を負って、やはり今後の派閥としては当然解消すべきだという考え方で、解散に向けて進めてきたと私は思っているところでございます。岩谷君。あまりに自覚が低いと言わざるを得ません。終わります。ありがとうございました。